核分裂は原子力発電や原子爆弾の原理となる物理現象です。今日は最初にその核分裂を発見した女性物理学者、リーゼ・マイトナーの生涯についてお話しします。時代の流れに翻弄され、大きな苦難を何度も経験しながらも、物理学を愛し続け、人間性を失わなかった物理学者と称された彼女の生き様を通して、動画をご覧の皆さんに、 有意義な糧となるものを届けることができればとても嬉しいです。リーゼ・マイトナーは1878年、オーストリアのウィーンでユダヤ人の家庭に生まれました。当時のウィーンは居住区こそ制限されていましたが、ユダヤ人が知的な職業に就くことも認められていた当時のヨーロッパでは比較的 ユダヤ人に対して寛容な都市だったそうです。実際にマイトナーのお父さんはユダヤ人でありながら弁護士という高度な専門的知識を生かす仕事をしていましたマイトナーは数学や物理の本を夢中になって読むような少女でした当時は女子が大学で教育を受けることさえできず理工系の知識を生かす方法もほとんどない時代でしたが 一彼女の両親は娘の好奇心を尊重し応援し続けました。彼女が19歳の時、天気が訪れます。法律が改正され、オーストリアで女子の大学入学が許可されるようになったのです。しかし、大学に入学するためには当然入学試験を突破する必要があります。マイトナーは 通常であれば8年かけて勉強するカリキュラムをわずか2年でフォローするほどの猛勉強をします。現代の日本で例えるなら小学校高学年から高校3年生までの内容をたった2年で追いつくようなものすごいハイペースな猛勉強だったのではと想像します。そしてマイトナーは見事にオーストリアで一番の名門校である ウィーン大学に合格します。この時ウィーン大学を14人の女子が受験し、4人が合格しました。マイトナーはその一人となったのです。晴れて大学に合格し、ようやく科学の勉強に全力を出そうとしたマイトナーでしたが、残念ながらその船出は順風満帆とは言えませんでした。 当時のウィーン大学には女子学生がいると大学の風紀が乱れると抗言する教授さえいたのです。多くの教授や男子学生から浴びせられる冷ややかな視線にマイトナーは悩むことになるのです。しかし女子学生を腫れ物扱いせず熱心に指導してくれる教授もいました。当時ウィーン大学の教授であったルートビヒ・ボルツマンは熱力学、統計力学に 多大な貢献をした偉大な物理学者であり、彼は他の教授と異なり、まだ大学にほんのわずかしかいない女子学生にも男子学生と変わらず平等に接する教授でした。そんなボルツマンの授業を、マイトナーは熱心に聞き入るようになります。数少ない女子学生として、大学の中で浮いていたマイトナーにとって、ボルツマンとの出会いは本当に幸福な出来事でした。 科学全般に興味を持っていたマイトナーでしたが、ボルツマンとの出会いにより、彼女は物理学者の道を志すようになります。彼女は後年のインタビューでも、当時のボルツマンの講義について、あれほど美しく刺激的な講義はなかったと言及しています。そのことからも、彼女にとってボルツマンの存在はとても大きなものであったことが伺えます。 物理学者の道を志した彼女はウィーン大学で物理の研究を続け熱伝導に関する研究の博士号を取得したのです博士号を取得したマイトナでしたがその先行きは明るいものではありませんでした彼女の恩師であったボルツマンが 彼女が白紙号を取った同じ年の1906年9月に亡くなってしまうのです。敬愛する恩師、ボルツマンの突然の死は、マイトナーに深い衝撃を与えました。ボルツマンという最大の理解者を失った今、ウィーン大学でこれ以上研究を続けることに、彼女は不安を抱えていたのです。科学者としての仕事を求めた彼女は、周囲からの勧めによって、 ベルリン大学への留学を決意します。この決断が、その後の30年間の彼女の運命を大きく変える決断となったのです。ベルリン大学は当時のヨーロッパの科学研究の最先端の地であり、そこには量子力学の権威であるマックス・プランクが在籍していました。マイトナーは以前、プランクがウィーン大学で量子力学の講演を行った時に一度だけ彼と会ったことがあり、 その研究に深い感銘を受けていました。プランクは女性研究者に対して少々保守的な考えの持ち主でしたが、マイトナーは彼にとって例外的な才能と認められたのです。プランクはマイトナーをベルリン大学に快く迎え入れ、生涯にわたる理解者となったのです。ベルリン大学で研究場所を探していたマイトナーは、彼女と同い年の科学者、 夫ットー・ハンを紹介されます放射線の研究をしていたハンはマイトナーの放射性同位体に関する論文を読みぜひ彼女と一緒に研究をしたいと考えていたのですマイトナーと同い年の彼は気さくな性格で二人はすぐに意気投合しましたしかしその共同研究を始めるにも大きな障壁がありました ハーンが所属していた科学研究所は女性の立ち入りを禁止していたのです。何としてもマイトナーと共同研究をしたかったハーンは研究所と粘り強く交渉します。その結果、研究室への立ち入りは許可されませんでしたが、地下の作業所を実験室として利用することを許可されたのです。地下室という環境でしたが、 これはマイトナーにとって大きな進歩でした。セミナーへの出席を認められ、多くの若く優秀な物理学者の最先端の研究に触れる機会を得ることができたのです。彼らはマイトナーを仲間の一人として輪の中に迎え入れました。女性研究者が少なく、男性集団の中で孤独を感じていたマイトナーにとって、とても嬉しい出来事でした。 1908年、研究所に女性の立ち入りが正式に認められ、研究所内にも女子トイレが設置されます。それまで彼女は用を足すたびに研究所の外に出て、近くのレストランやホテルで済ませていたのです。少しずつ科学の世界が女性への門を開きつつありました。マイトナーとハーンの共同研究は順調に進み、 放射線や原子核崩壊に関する重要な論文を次々に発表します。ハーンは実験に優れた才能を発揮し、彼が行った実験結果をマイトナーが理論的に解釈するというチーム体制で、二人の研究は大いに注目されるようになりました。二人のこのチームワークがなければ、これらの原子核崩壊に関する研究は達成できなかったことは間違いないでしょう。 二人の間にロマンティックな関係は一切ありませんでした。あくまで仕事上のパートナーとして深い信頼を築いていったのです。毎日夜遅くまで同じ実験室で仕事をしていましたが、食事や散歩を共にすることは一度もありませんでした。マイトナーは女性でなく科学者として扱われることを望んでおり、ハーンは その意志を尊重していたのです。二人の研究チームは科学界で注目を浴び、名声を高めていきます。1912年にカイザー・ビルヘルム科学研究所が新設されたとき、自身の研究室を正式に与えられたのです。近代的で清潔な実験室。ついに彼女は地下室での研究から解放され、文字通り日の当たる世界に、 出ることができましたしかしこの幸せな時期は長くは続かないのです1914年サラエボ事件をきっかけとして第一次世界大戦が勃発しますドイツはイギリスやフランスロシアとの戦争に突入し二人の共同研究は 中断を余儀なくされました。マイトナーは自ら志願し、放射線の専門知識を活かして、ポーランドの戦地で X 戦技師として負傷した兵士の治療に当たりました。一方、ハーンは科学の知識を活かして毒ガスの開発に従事していたのです。ハーンの上司であったフリッツ・ハーバーは、 大気中の窒素と水素からアンモニアを合成するハーバー・ボッシュ法の考案者でした。空気からパンを作ると称賛され、肥料を作って多くの人の空腹を満たすための研究が、戦時中は空気から火薬を作り、さらには毒ガスを作るための技術に使われるようになったのです。ハーンは晩年、 毒ガスの開発に関わったことをこう懺悔しています。毒ガスの開発に関わったことはとても嫌な思い出です敵も我々も同じように毒ガスを使うようになり両親が麻痺してしまったのです戦時中マイトナーはハーンの仕事について触れることを避けていました彼女はハーンが命令に従っているだけだと分かっていたからです しかしながら晩年のマイトナーはハーンについてこう評価しています。ハーンは間違いなく性格のいいまともな人です。しかし彼には少しばかりの視力深さが欠けていました。平時であれば些細な欠点ですが複雑な時代には深刻な問題となったのです。しかし戦争の中でも マイトナの両親は麻痺することはありませんでした。子供の頃から宇宙で取り組んできた科学が戦争のために利用されることに強い恐怖を感じていたのです。戦争が終わったら科学の軍事利用を防ぐために戦おうと彼女は密かに決意をしていました。彼女自身の研究が戦争に利用され、後に 人類史上最大の悲劇をもたらすことを当時の彼女は少しも想像していなかったのです第一次世界大戦はドイツの敗戦で終わりましたやっと物理の研究を再開できると思っていた彼女に待ち受けていたのは敗戦国となったドイツの厳しい状況でした 戦勝国に多額の賠償金を支払う義務を負ったドイツの経済は混乱をしました。インフレが進み、物価が高騰した結果、食べ物を買うためにスーツケースや手押し車にお金を入れて運ぶ必要があったのです。生活は厳しいものでしたが、彼女を取り巻く状況は少しずつ変わっていきました。1920年に、 マイトナーは原子核崩壊のプロセスや宇宙船に関する探知の論文を次々に発表し自分自身の独自の業績を積み上げていきました特に原子の中で電子が移動する時に生じるエネルギーが他の電子を原子の外に押し出して放出させる現在 OJ マイトナー効果と呼ばれる現象の発見は 彼女の独自の業績として国際的に高く評価されました。ハーンとの共同研究は続いていましたが、独立した研究者としての地位を築きつつあったのです。1922年、ベルリン大学は女性に教授資格を認めました。こうしてマイトナーは4年後の1926年には、ついに、 ドイツで初めての女性物理学教授となったのです。もはや彼女の科学者としての能力を疑う者はいませんでした。彼女は放射線や原子核崩壊研究の第一人者としての地位を手にしたのです。かつて地下室で研究を始めた彼女は、名実ともに日の当たる場所で科学者として活動できるようになったのです。しかし、 マイトナーに新たな壁が立ちはだかります。彼女がユダヤ人であることが問題となっていくのです。千九百二十年代のドイツでは徐々にナチス党が影響力を拡大し。ユダヤ人に対する憎悪が広がっていました。その影響は科学界まで及び。一部の科学者からは。 アインシュタインの相対論を、大敗的なユダヤ物理学と非難する声さえ聞かれるようになりました。これらの声にプランクは反論します。なぜ科学的な事実の発見者がユダヤ人だったという理由だけで、その研究が悪だとされなければならないのか。科学は真理を追求するものであり、優れた研究成果であれば、そこに人種は関係ないはずだ。しかし、そのような誠実なプランクの声も、 書き消されてしまうほど、当時のドイツでは反ユダヤ主義のナチズムが急速に支持を拡大していったのです。この変化をマイトナーは研究所の日常から感じ取っていました。同僚たちの視線が微妙に変わり、以前のような自由な議論が少しずつ減っていくのを肌で感じていたのです。1933年1月、ヒトラーが小に就任すると、迫害は一層顕著になりました。 アインシュタインは自由と平等が保障されている国で生きていたいとプロイセン科学アカデミーを辞職しアメリカに渡ってしまいます1933年4月には大学や研究所を含む政府機関でのユダヤ人の雇用が禁止されました多くのユダヤ人が職を失い科学者もその例に漏れませんフリッツハーバーのような著名なユダヤ系科学者も職を追われることになったのです マイトナーもベルリン大学の教授職を解任されますが、プランクの尽力により、カイザー・ビルヘルム研究所の職員に転任します。研究は続けることができましたが、彼女の業績に比べて、はるかに不当に低い地位で研究を続けざるを得なくなったのです。プランクは、ナチストの圧力に抵抗し、ユダヤ人科学者の解雇を拒否しました。彼らの他国での仕事の紹介にも力を尽くしました。 1933年5月、彼はヒトラーと直接面会し、ユダヤ人科学者の価値を解きましたが、ヒトラーはそれを一周したのです。時代の大きな流れの前では、プランクのような偉大な科学者の抵抗でさえ、無力であったのです。この時期のナチズムの台頭を象徴する出来事は、1934年に1月に亡くなったハーバーの追悼式典のエピソードです。 先ほど述べたように研究所を追放されたハーバーは失意の中で亡くなります。ハーバーは毒ガスの開発に関わり化学兵器の父と呼ばれることもありますが、肥料を効率的に作る技術の開発が人類に与えた貢献は計り知れません。そんな多大な業績のあるハーバーが亡くなった時でさえ、ナチス党は彼がユダヤ人だったからという理由で、 カイザービルヘルム研究所がハーバーの追悼式典を行うことを禁止したのです。プランクはこれに強固に反抗し、あくまで非公式という形で追悼式典を開催します。しかし、その追悼式典の時でさえ、ドイツ人職員の出席を禁止し、式典会場の監視を行ったのです。プランクやマイトナー、 ハーンなどの科学者は、ハーバーを弔うために追悼式典に出席しましたが、多くの科学者本人は追悼式典を欠席し、代理として妻を出席させたことが知られています。ハーバーのことは尊敬しているが、ナチス島の意向に反することをして、危険人物として目をつけられて、職を失うようなリスクは犯したくない。 当時のドイツの複雑な状況を実感させられるエピソードだと思います。